り祖父の体験談です。祖父は。青森県の某漁港で。イカ釣り漁をしています。その日も夜から沖に出て。イカ釣り用の照明を点灯させました。 真夜中です。照明の光に誘われて集まってくるイカを、等間隔に釣り針のついた糸を何本も垂らして、一気に釣り上げるのです。糸を巻き上げるリールが勢いよく回り、線上にたくさんのイカが上がってきます。しかし、 順調に回り続けるリールの中で、一つだけ巻き上げが極端に遅いものがありました。故障かと思い、祖父が様子を見に近づくと、ゆっくりながらも止まることなく、糸は上がってきています。流木でも引っ掛けたか、と、 リールの巻き上げ速度を上げたところ、照明に照らされた海中で何やら黒いもやもやしたものがこちらに近づいてくるのが見えました。水面下ギリギリのそれを見た瞬間、祖父は恐怖と戸惑いで軽くめまいがしたそうです。 そしてそれが勢いよく船のへりにはい上がってきたそうです。それはセーラー服を着た髪の長い女の子でした。驚いた祖父でしたがすぐに冷静さを取り戻し女の子を丁寧に引き上げ毛布でくるみ 陸に戻ってから漁業組合のホール内に寝かせお線香をあげました。この遺体を引き取りに来た警察の話ではその日の昼間に青森県から北海道へ行くフェリーで修学旅行中の女生徒が一人飛び降りたそうです。 自殺だったそうです。おそらく、その子じゃないか、という話でした。実際、身元確認の結果、その子でした。祖父が言うには、漁業をやっていると、稀ですが、 水死体に遭遇することが何度かあったそうです。しかし、今思うと、この時の出来事が一番ゾーッとしたそうです。海の中から上がってきた時、目があった。こっちを見ながら上がってきた。 片腕を伸ばして船に上がってくる様がまるで生きてるように見えた。それぐらい遺体は綺麗だった。と言っていました。自殺は悲しく不幸なことだと思います。ただ、 彼女は魚に食われたり、腐敗することなく、綺麗なまま家族の元に帰れたのが、少しでも救いになることを願ってやみません。 見えない。四年前、友人と神奈川県にあるとある山に登りに行ったことがあった。もちろん、心霊目的である。自分を含めて三人、男ばかりで、 山に登った。友人を仮に鈴木と佐藤としておこう。鈴木はチャックのワイシャツ姿でリュックを背負い、首から一眼レフのカメラをかけた真面目系のメガネ君である。佐藤は茶髪で 黒い T シャツを着ており、ほぼ手ぶら。チャラ男まではいかないが、鈴木とは対照的な感じの男である。鈴木が地図を見たり、写真を撮ったりしながら、ゆっくりと歩くのに対し、佐藤は行き先も何もわからないくせに、どんどん先に進もうとする。 しかも、おい、誰か、後ろからついてくんぞ。おい、なんだよあれ。などと、悪ふざけをして、俺たちをビビらせてきた。ただ、佐藤は根っから悪い奴ではないし、倉庫を行って、盛り上げてくれる、楽しい男なので、 俺も鈴木もまんざらではなかった。目的地である心霊スポットは、山の頂上を目指す登山道を途中まで歩き、途中から今はもう使われていない廃道を行き止まりまで進むと、突き当たりにあるという水道橋の跡である。 登ってみると、思ったより、結構薄暗い山で、山というより、薄そうとした森、という感じであった。傾斜もところどころ急だから、かなり不安に思って、引き返そうともしたが、地図で見れば、大した距離ではなさそうだし、時間もまだ昼だったので、まあ大丈夫だろう。 頑張って見るだけ見てみようということになった。だいぶ歩いた感じがしたのだが、廃道に入るための目印となる分岐点が見つからない。登山道を行ったり来たり、登ったり降りたりしながら、それらしきものを探すのだが、 今はもう使われていない道であるというだけあって、どれが道なのか確証を持てない感じでいた。俺と鈴木が地図を覗き込んでいると、佐藤が、ちょっとあそこにいる人に聞いてくる。 登山客なんかに聞いてわかるのかなと思ったが、やがて、どうもありがとうございます。という声がして、佐藤が、なあ、こっちだってさ、行こうぜ。と、足早に俺たちを先導し始めた。 おいおい、そんなに急ぐなよ。と、鈴木が後を追ったので、俺もそれに続くことにした。佐藤は、廃道を進むというより、山の斜面を滑り落ちるかのようにして、どんどん進んでいく。なあ。 ここ人が歩くようなものじゃないよ。と言うと。でも、ここが一番近道らしいから。もともとそういう場所に行くんだしさ。などと言って返し、なおも休まず進み続ける。結構迷っちゃったし、佐藤のやつ、痺れを切らしたかな。 と、少し、申し訳なくも思ったから、俺と鈴木は我慢して、佐藤に倣って、山の斜面を滑り落ちるように進んでいった。おおすげえぞ、ここ。佐藤の足が止まったかと思うと、 山から突き出したかのような広くて明るい場所に出た。断崖絶壁とまではいかないがかなり高さを感じさせるように山の下が一望できる場所である。佐藤は嬉しそうにはしゃいでまた悪ふざけで鈴木を揺さぶって下に落とす真似などをした。 なあ、ここ見て。俺はふと、その場所から見下ろしたところに、水道橋の跡らしきものを見つけた。ああ、あそこが水道橋なんだ。と、鈴木が言い、佐藤にも見せてやろうと思って、俺と鈴木が、同時に佐藤の方を向いた。 すると、佐藤の顔から、みるみる血の毛が引いていき、顔が真っ青になっていくのがわかった。佐藤は鳥肌を立て、目を見開きながら、放心状態になって、棒立ちのまま、水道橋の方向に、一直線に、スタスタと歩き始めた。 俺はまた、佐藤が悪ふざけをし始めたと思った。危ないよと、鈴木が止めるが、どうも様子がおかしい。日頃なら、この辺で悪ふざけをやめそうなものを、佐藤は真顔で、真っ青な顔のまま、吸い込まれていくかのように、 水道橋の方へと向かっていく。やめろやめろマジで危ないってと、俺と鈴木が必死になって、佐藤にしがみついて止めようとすると、佐藤はそのまま顔面からもろ地面に手をつかずに倒れ込んで、泡を吹いてしまった。 その後、俺と鈴木は、携帯電話で連絡をし、近くの林道まで、救急車に来てもらった。病院でしばらく手当てを受けて、休んだ後、佐藤は、両親に車で迎えに来てもらって、家まで帰っていった。その後、 回復した佐藤から話を聞くと、俺たちが廃道に入るための目印を探していたとき、山の斜面から工業作業員風の男たちが列をなして這い上がってきたため、やばいと思って俺たちにそのことを知らせようとしたところまでしか覚えていないという。もちろん、 そんな男たちの姿など俺と鈴木には見えなかったのだが白。 今から3年ぐらい前の話になります僕は内装工事関係の仕事をしているんですがその会社の社長と僕と同僚の計4人で仕事が暇になるとよくスキーに行っていました僕たちの会社は名古屋の郊外にありまして 国道19号を北上するとスキー場まですぐだったので本当によく通っていましたいつも夜中の12時ぐらいに出発してスキー場には4時頃には到着をして一眠りしてから滑っていましたその日もいつもと同じように12時頃 会社に集合して国道19号を北に向かって車を走らせていました道路が狭くなって行き交う車もトラックや同じスキーヤーの車ばかりになっていきました車は社長が運転していて僕は助手席に座っていました そして、後部座席に、同僚の、K と Y が。和気あいあいと、楽しい時間が過ぎていきましたが、ある時、ふと社長が、裏道でも探そうか、と、言い出しました。僕は、結構そういうことが好きだったので、大賛成でした。 そうして車は19号を一本奥に入った山道へと進んでいきました。今考えたらなぜ社長はあんなことを言ったのか不思議でなりません。いつも通りの道を進んでいたらあんな目には合わなくて済んだのに。 裏道に入ってしばらく走っているともう一つ奥に入る道が出てきました誰も文句を言うことなく奥の道に入ることに決まりましたそれから五分ほど走ったと思いましたがそこは何の変哲もない普通の田舎道でした 道路は舗装してありましたが、両脇はずっと田んぼだらけで、ポツンポツンと薄暗い街灯が立っているだけの普通の道でした。みんな、まあ、こんなもんだよな。という感じで、じゃあ、そろそろ戻ろうか、と話をしていたその時です。 街灯の下に白いワンピースを着て白い日傘を差した女の人が立っていたんです。なんでこんな時間にと思い僕は思わず車の時計に目をやりました。時計は二時過ぎを表示していました。 車はだいたい50から60キロぐらいで走っていたと思いますでも暗いところでしたし夜中で少し眠たくなっていたので目の錯覚か何かだろうと思うことにしました戻る道を探しつつ5分ほどそのまま走っていました すると、また街灯の下に白いワンピースを着て白い日傘を差した女の人が立っていたのです。その女性の髪は黒いショートボブで青白い顔をこちらに向けていました。街灯の下だったせいか暗闇に 浮かぶように感じられました恐ろしくなった僕は運転している社長の方を見ました社長も僕の方を見ていました見たええ実はさっきも見たんだけどえ僕もです やばいよね。怖いっすね。マジで。後ろを振り返ると、二人も顔をしかめていました。そこで僕たちは、来た道を引き返すかどうするか迷いましたが、もう少し走ってみようということになりました。 車のスピードは自然と速くなっていきました。すると、一分も経たないうちに、またワンピースの女が街灯の下に立っていました。もう怖くて声も出ませんでした。社長は、 ハンドルにしがみつくように運転していました。今度は街灯と街灯の間に、そして次の街灯の下に。気がつくと同じワンピースの女が無数に道路脇に連なるように立っていたのです。そしてこちらを見ながら、 にやーと笑いながらもう恐ろしくなった僕は頭を抱えて助手席に深く沈み込もうとした時です僕の足と足の間に黒髪のあの女の顔があったのです 女は僕を見てこうつぶやきました。見つけた。僕はあまりの恐怖で気持ち悪くなってしまい、意識が遠のきかけたとき、ガジャーンという音と同時に、 記憶を失いました僕たちの車は街灯にぶつかってそのまま田んぼに落ちていました幸い四駆だったのでそこから出ることはできましたがその日はスキーもやめて戻ってきました 会社に戻って服や板を下ろしていると、K が、うわっと声を上げたのです。そこには荷物の上に白い日傘が一本置いてあったのでした。当然僕たちはそんな日傘を 持っているはずもありませんし社長の持ち物でもありませんでした改めて僕は背筋におかんが走るのを感じていましたその後その傘は社長が近くの寺に事情を説明して処分してもらったそうです あれ以来僕は例の存在を信じることになりましたはいどうも皆さんこんばんはごま団子です。 今回のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございました。はい、ということで今回もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。 この動画が少しでも良かったら高評価そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。ではまた次のお話でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。